セレッソ大阪、田中雄介、心に留めた言葉。どういう状況になっても自分の考え方とか捉え方次第で物事の状況変わるっていうか、この世界は結構状況がすぐ変わるので、それを早く自分で考えて、で自分に落とし込むっていうか、それが一番大事なのかなっていうのは日々思ってます。プロ入ってからいろんな先輩であるとか、指導者の方と、接するにあたって、自分で、考えて初めて自分が変われるなっていうところを思いまして、サッカー以外まだやったことないですけど、やはり自分の幸せであるとか、自分のやりがいであるとか、そういうところをやはり突き詰めていくっていうのがやっぱり人生だと思うので、それはサッカーをやめてからもできれば貫いていきたいなと思います。自分次第。次週は京都サンガ FC 清崎優斗です。ぜひ見てください。